チエンマイ駅は、タイ王国北部、チエンマイ県、ムアンチエンマイ郡にある、タイ国有鉄道北本線の駅である。駅はタイ王国北部、チエンマイ県の県庁所在地で、人口、約24万人が暮らすムアンチエンマイ郡にある、大西北端の駅である。ピン川の東岸に位置しており、チエンマイ市街地の中心部からはやや離れている。バンコクからキロメートル地点に、 位置する一等駅であり、通常は1日12本の定期旅客列車が発着し、正月や、ソンクランの日には、臨時列車がある。2004年には、約80万人が利用した。貨物輸送の取り扱いも行っており、1日に、一般貨物列車、石油類等輸送列車各一往復が発着する。1897年3月26日に、 大感 A 鉄道最初の区間が、クルンテープ駅アユタヤ駅間に開業した。1900年12月21日に当初計画のナコンラチャシーマ駅まで完成した。この頃北本線として、チエンマイまで整備することなり、少しずつ、延伸開業の後、最後の工事区間が1922年1月1日に完成しこれに伴い、当駅も開業した。 2019年9月現在、チンマイ駅を発着する定期旅客列車は以下の通り、ワットプラターと同意ステープ。ありがとうございます。